さあ始まりましたアダキャンプということで今日は、八ヶ地島に来ております、今日はですねちょっと火起こしをしていきたいと思うんですけども普通に火起こしをするだけじゃちょっとつまらないので今日はですねファイヤースターターというものを使って、火をつけていきたいと思います。ですねこのファイヤースターター、知ってる方も知ってない方もこのように火花を飛ばして火をつけるものなんですけどもそれと、今日はススキですね。ススキは燃えやすいのでこれと枯れ葉とあとなんかちっちゃいなんだこれ松ぼっくりみたいなやつこれも多分燃えるのでこれで着火していきたいと思います。それではレッツゴー。こうだね。来ましたよ。あ、来ました来ました。来た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 。はい来たはい来たはい来た。はい来たよ。はい来ましたよ。はい来ましたよ。はい来ましたよ。はい枯れ葉行きますか。枯れ葉行きますか。枯れ葉行きますか。松ぼっくり。松ぼっくりアイススキーアイススキーけい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 いっすねいいっすねおっつわいいよいいよさあいい音してるよ。いただきます。乾杯。そして、炭を待ってる間のスピードメニューでおなじみのキムチやっこを作りたいと思います。えい。作り方は簡単。このシラカップの中に豆腐を入れてそしてキムチを豪快にえい！はい出来上がりです。キムチやっこいただきます。うん。まゆうビールに合う。なんか沖縄も最近もう、まあ、今日は11月、まあ、中旬なんですけども夜になるとまあ日中はまだ半袖でできるんですけどね夜になるとだんだん涼しくなってキャンプの季節到来ですか。ぜひ一緒にキャンプ行きましょう皆さん。うん。うまい。ただただうまい。そしてまたここでご紹介するのが。借金で買いました、これはですね学校の先生がねこうやってホワイトボードとかでこう X×Y はなんとかですみたいななんかやってる棒なんですけどこれをね後ろと前、ちょん切って皮膚規模にしました。まあこれの使い方なんですけども、一箇所に集中的に火を空気を、送ることによってすぐ燃えます。やってみます。
いい感じ。いい感じについてきましたよ。今日は何を食べようかな。さあ、炭がいい感じにもうね、いい感じになってきましたので、何こっかな。やっぱこれっしょ。焼き鳥、焼き鳥を焼いていきたいと思います。調味料はね、この間も乗せましたが、100均でこうやって小分けのやつが売ってるんで、それに塩とか醤油とかいろいろ入れて持ってきました。では早速焼き鳥を焼いていきたいと思います。で、炭のポイント、火力が強いゾーン、弱いゾーンを作ってあげるのがポイントです。さあ、いい音してるよ、いい音してるよ、いい音してる。 OK。 塩コショウパラパラと、いい感じに、いいね、いいいいいい、とてもとてもいいです。さあ、いい感じに焼けてきましたよ、焼き鳥。ではいただきます。うん、うまい、いやー、ビールに合うわ。このシマネロソースをね、ちょっとこのシェルカップに移して、シマネロともまた合うんだよね、これがまた。いただきます。シマネロ焼き鳥、うまっ。やばい、キノコバターをしたいと思います。しめじ、しめじでしょ。これも簡単ですね。網の上に乗っけて、バター、バター少々、そして塩コショウ少々、塩コショウ少々、そして醤油少々。はい、で蓋をするだけですね。あとは気長に待ちましょう。ということで、ということで、キノコバターがいい感じにできてきました。うまそう。それでは早速いただきます。
美味しい。バター効いてるね。バターが効いております。エリンギも、うん、うまい。いやいい感じですね。さあということで、お次はキャンプの定番料理アヒージョを作りたいと思います。準備するものがオリーブオイル、そしてニンニクで、まあ、アヒージョって言ったらね魚介のものも多いんですけども、ちょっと僕があまり魚介食べれないということで、先ほど焼いた鶏肉を使って、そして先ほども使った、キノコを使って、アヒージョを作りたいと思います。あらかじめ温めた、スキレットにオリーブオイルを流し込みます。で、少しだけ温めていきます。その間に、ニンニクを丸ごと一つ使いたいと思います。軽く潰します。ああ！ナイフが折れた。まあ、いっか。入れていきます。いいんじゃない。で、ちょっと強い火の前に移します。もう少しやっとくか。いい感じにグツグツしてきたら、今度は先ほど食べた焼き鳥を使ってこの中に入れていきます。2本ぐらいとくか。いや、3本いっとくか。あ、固定な。いい音してるよ。そしたらお次はキノコ。やべ、さっきそういえば包丁壊れたんだ。これでいくか。で、炒めていきます。で、またここでオリーブオイルを投入です。結構多めに入れましたね。今入れていきます。うまい、うまい。それとそれとブロッコリー家から持ってきました。ブロッコリーを入れます。おー、豪快豪快に入りました。ブロッコリースキレットからはみ出してますけども、まあまあまあいいでしょう、いいでしょう。あー、いいね、いいいいいい、とてもいい、とてもいい。見てください、具材が入りすぎてなんだかわかんないですけど、いい感じに。そして欠かせないのがじゃじゃん、
アヒージョの素、これねスーパーで100円で売ってますので、ぜひ皆さん試してみてください。これがもう最高の味付けになります。このアヒージョの素をまんべんなく振りかけていきます。でまた煮込みます。さあいい感じになってきましたので、おお、味見をしたいと思います。ブロッコリーもいっか、いってきます。あっ、うん、うまい。ニンニクの風味がいい感じです。ニンニクもいってみよう。うん、ベリーグーですね。うまい、おいしいおいしい、あっさり、鶏肉はどうでしょうか。いただきます。うん、まあ、やっぱアヒージョは裏切らないですね。おいしい。じゃあ改めまして、はい、どうも、はい、乾杯。乾杯ありがとうね、いつも。いやー、こちらこそですもん、うん、いやー、今日なんか一人で来る日が来るとは最高ですよ、うん、正直言って贅沢な場所だと思う、うん、4000坪、うん、本当に自由に使えるし、いやそれはちょっと、ちょっとみんなでなんとかしましょうや、ちょっと話になって、うん、今こうなったっちゅうで。おはようございます。いい天気。コーヒーを作りたいと思います。これは岩谷から出てるガスバーナーですね。とてもコンパクトで、これは必需品です。でね、これをこうやって、こうやって、こう、あとはガスをはめれば出来上がり。で、これに。しましょう。さあ、お湯が沸きました。カフェオレカロリーハーフ1/2。マグカップもいいですけどね、やっぱ白カップで飲むカフェオレは美味しいんですよ。注いでいきます。
もうお昼前になったので、今日のご飯はじゃじゃん、カップヌードル、外で食うカップヌードルはね最高です。ケイ待ちます、食べたいと思います。もう11月なんですけど、沖縄はまだセミが鳴いてますね。まだまだ昼間は暖かいですけど、さあいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。もう家で食べる5倍はうまいっすねこれ。しみる、しみる。君と眺める海は透き通って、太陽はいつもより眩しくて、幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだって、きっと何でもないありふれた朝も、苦しくて眠れない夜も、この先